間10月1日付で臨時移行がございました。そのため、例年は冒頭の報告事項で、臨時移動に伴う出席説明員の紹介がございますが、新型コロナウイルス感染症の対策として、進行の観測を図るため、今回は省略としていきます。なお、進行表の交番後、出席説明員の欄に、派遣部で記された説明員が、10月1日付、臨時移動で、表記の職に就任しましたので、ご承知をください。それでは、報告事項に入ります。報告事項、括弧の1、令和2年度教育施策説明会、括弧後期の開催について報告を受けます。委員長、教育政策課長。教育政策課長。それでは、今年度後期の教育施策説明会の開催についてのご報告になります。資料をご覧願います。1の開催目的ですが、教育委員会では保護者、地域の方をはじめとする区民の皆様のご理解とご協力のもとに、教育行政を進めていくため、積極的な情報発信の柱といたしまして、春と秋、前期と後期ということで、それぞれ2回ずつ教育政策説明会を開催しているところでございますが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、春の前期については中止の判断をさせていただき、開催できなかったものでございます。今回は後期の開催ということで、見に記載の日時で2回、大会日数で開催をいたします。次に3、主な内容でございます。説明する内容につきましては、それぞれ2日間とも同じ内容を説明してまいります。現在、詳細の項目については調整をしている段階でございますが、例年、後期の開催では、年度途中の取り組み状況ですとか、次年度に向けた取り組みなどから、それぞれ知っていただきたいこと、あるいはお知りになりたいであろうことを選別して説明をしております。今年は新型コロナウイルス感染症対策を加え、今後や次年度に向けた取り組み内容について、メインにご説明をしていく予定でございます。次に4の収支報告につきましては、記載の通り、府報、ホームページ等での周知のほかに、PTA、町会自治会、地域住民会議の代表者の方に、個別にご案内させてある予定でございます。今の区内出席者は例年同様、教育長以下、教育委員会の全管理職が出席をして、説明、質疑応答をしてまいります。次に6の改正方法についてでございますが、感染症拡大防止策として、入り口での検温、手指消毒のほか、座席間隔を広げるために、事前申し込みによる参加人数の制限、時間の短縮等により開催いたします。昨年度からの主な変更点といたしまして、本日際の通りでございます。次に7、その他といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、オンラインによる視聴を検討しております。現在具体的に検討してございますのは、情報化で管理している UBEX というテレビ会議システムを使いまして、インターネットを通じ、視聴者はスマートフォンやパソコンから視聴できるというものでございます。現在検討しているところでございますては、事前申し込みで最大50名程度を想定しておりまして、申し込み者が確定のアドレス等を通知しまして、事前にシミュレーションを行います。当日は視聴のみとし、質問がある場合は質問表により後日、メール等でご提出いただく。オンライン視聴者が見る映像は会場のスクリーンに投影するものといった場合でございます。なお、会場での質疑応答、それから事後にいただきます質問表でのご意見、ご質問、それに対する教育委員会の考え方については、用紙をまとめまして、後日、当日使用するスライドの資料と合わせて、ホームページで公開をしてまいります。説明は以上でございます。ただいま説明を終わりました。それで質疑につきます。質疑が、ございますか。青木君。2つありまして、まず1つ目は、昨年度の参加者の人数を教えていただければと思います。もう一つは、7番で今回、コロナの感染症対策として、オンラインの視聴を具体的に検討されるということで、今後コロナがいつまで続くか分かりませんが、コロナが収束しても、より多くの方にこの教育委員会の取り組みを周知するためにも、引き続きですね、こういったオンライン視聴というのは続けていただければと思いますが、そこを伺いたいと思います。以上です。委員長、教育政策課長。はい、1つ目、昨年度の参加者でございますが、春はですね、1回目が合計82名、2回目が50名、秋につきましては1回目が57名、
2回目が40名といった場合でございます。オンラインの、継続的な考え方ですけども、まあ、デジタルトランスフォーメーションの推進ということもございますし、教育委員会としての積極的な情報発信に努めてならばいたいと思います。したがって今回試行としていただきますけども、引き続きですね、検証しながら進めてまいりたいと思います。以上でございます。他に、はい、周知の方法なんですけれども、この書かれている区号とかホームページとか町会の掲示板以外に見守りメールとかそういったところでの周知というのは行われないのでしょうか。委員長、教育政策課長。教育政策課長。はい。周知方法につきましては、メモリメールは保護者とかですね、地域の方にもお配りするものでございますけども、やはり緊急連絡用としたりしまして、基本を使っておりますので、そういった面では現在地域の方にも、PTA もですね、保護者も、個別に通知してまいりますので、そういった面では各周知だというところでございます。そういった面で今までメールにつきましては同じ扱いで周知の方法となりますので、対象者はですね、そういう意味では今回は今までメールは使わない方法です。瀬戸委員。緊急事態ということでよく分かりました。ただ、その目黒区の方の広報をですね、その周知というのはちょっとやっぱり、ね、SNS の方面ではちょっと弱いということで、やはりこういったものを通してどうやったら、なんかきちんと必要な人に情報を届けられるのかっていうのをもう少し検討してはいかがかと思うんですけど、いかがでしょうか。委員長、教育政策課長。教育政策課長。はい、SNS の活用につきましては、一応メモリメールのですね、緊急連絡システムとしての活用の方法の中で検討してまいりたいと思っております。見守りメールだけにこだわっているわけではないんですけれども、SNS 等のですね、やっぱり情報発信、やはり保護者の方とも忙しいでしょうし、区もなかなか全部見れないということもあるでしょうから、やはり、SNS の発信の方が周知というか認識のすることが、意外と多いのではないかということで、そういった意味での検討はいかがでしょうかというのです。委員長、教育政策課長。教育政策課長。はい、周知につきまして、最後のご質問でございます。一応、対象者については、周知を設定してまいりますけども、今までメールの活用というお話もございました。周知方法の一つとしてですね、今後検討はしてまいりたいと思います。教育理事長。教育理事長。はい、SNS の活用、区全体についても課題になっておりますので、今回は対象者もコロナの対策であると絞っている状況もございます。それ、そういうこともあってオンラインということを考えておりますが、それもどのくらいの人数が参加できるか、そういう検証も必要だと思いますので、そういうことも踏まえて、今後、さまざまな周知法については検討していきたいと思っております。小林委員。はい、今回は新型コロナウイルス対策ということもあって、オンラインで の参加も初めて施行されるということで、非常に私はいいと思うんですが、この時間帯に、やっぱりなかなかオンラインでさえいけないわと、今回2回日時を設けてはいただいてはいるんですけれども、両方土曜日の午前中なので、その時間帯ちょっと仕事も抜けられないわというような保護者の方ですとか、そういった方のために、例えばアーカイブとしてですね、その当日の様子を録画したものも、期間限定で1週間は見れるというような対応をしたりですとか、もう日程決まってしまってますけれども、土曜日ではなくて2回目の開催は平日の夜にするだとか、そういったなんか、同じ土曜日の同じ時間帯でに2回開催するのではなくて、いろいろ多くの方にこの目黒区がこの新たな令和の時代に推進していこうとする教育施策を多くの保護者の方に知ってもらうためにも、なんていうか、曜日と配信の工夫をもうちょっと検討してみてほしいなと思うんですけれども、その辺の可能性というか、今回やってみての、手応えというか感覚次第だと思うんですけれども、その辺の将来の、方
訪問について、まあ、どのようにお考えか一点確認させてください。本日は教育政策課長。教育政策課長、はい。まずはじめに録画してですね、週刊テレビ見れたらというお話でございます。録画につきましては機能は備えていると思いますけれども、まあ、録画してですね、そのデータをホームページにアップする、そのホームページの容量なんかもございますので、今度は区長部と、連携しながらですね、検討はしてまいりたいと思います。また開催曜日につきましては、過去においては平日実施している例もございます。その中でどういった、開催の仕方がですね、適しているのか、今後検討してまいりたいと思います。小林委員。ホームページにその録画したものは発表しなくても、その会議の対象者の方々に、例えば今後その時に見られない、ライブで見られない方には、まあ、この期間その様子が見られますよというようなリンクだけでもお知らせするという方法もあるかと思うので、今回使われるそのビデオ会議のシステムの事業者ともちょっと相談していただいて、どのようなことが可能かというのは、そういった可能性を探ってみてもらえたらと思うんですけれども、最後そこを言っていただきます。委員長、教育政策課長。教育政策課長。はい、可能性については伺ってまいりたいと思います。以上でございます。よろしいですか。はい、佐藤に。すみません、一点だけ。まあ、さっきの聞いてもちょっとかぶってしまうんですが、今回50人、定員が50人ということは、昨年の実績見て大体これぐらいだろうなということでやられてるとは思うんですが、今回主な内容がこのコロナウイルス感染症対策ということは、多分皆さん興味というか知りたいというのは多いと思うんですが、この数50名というのは前回に基づいてはいるとは思うんですが、その部分でしっかり検討されたのかということと、あとこの集中方法の中で小中学校規定会長とかがいろいろ書かれてるんですが、この方たちも仮に出席の中に入るんでしょうか、それともこの方たちはこの50名の中に入れないんでしょうか。委員長、委員会に教えてください。委員長、教育政策課長。教育政策課長。はい、人数につきましては過去の例年、過去の、ね、年数からですね、抽出しまして、50名程度に必要だろうという判断をいたしました。また今おっしゃいますようにですね、新型コロナの影響があるということでですね、関心も高いということで、当日来られた、もし事前予約制にしますけども、当日来られた方につきましては、別の会員室でですね、リモートでの視聴とかですね、そういったものもお勧めしていきたいというような検討がしてございます。地域の方につきましても、例年ですね、PTA 関係と、あと一般の方とかでですね、分けて、皆さん、質疑してございますので、実績がございますので、そういった意味で退職しておくと思います。ぜひ、地域の方にも出席していただいて、教育政策のことをしていただきたいと思います。以上でございます。PTA の方が入っているかどうか、人数の中に。はい、人数の中に入っております。いいですか。はい。他に、よろしいですか。それでは、各校の質問を終わります。各校の任期、令和3年度、区立幼稚園および子ども園の臨時募集について。委員長、学校委員会長。はい、それでは、令和3年度、区立幼稚園および子ども園の園児募集について、例年、この時期にご報告してございますけれども、資料に沿ってご説明いたします。はじめに、交番の1、入園資格の確保1、区立幼稚園ですが、申し込み日現在、幼児及び保護者が、目黒区に住所を有し、2年保育でございますので、記載の4歳、5歳児に該当する生年月日の範囲が対象となります。次に確保の2、区立子ども園の住所要件は幼稚園と同じですが、こちらは3年保育になりますので、3歳児の要件が加わってございます。また、E に記載の通り、子ども園の中時間、長時間の保育につきましては、この要件に加えまして、子育て支援部保育課が定めます、目黒区保育の利用の調整に関する規則による要件に該当することとなってございます。次に、2、募集人
ですが、まず定員につきましては、幼稚園子ども園の各学年、保育区分ともに昨年までと変更はございません。まず括弧1、東山幼稚園ですが、4歳児は定員通り35人の募集、5歳児は4歳からの持ち上がりございますので、そういった予定数ですとか今後の入園状況等を踏まえて若干面を募集としてございます。次に括弧の2、月光原および緑ヶ丘子ども園の2園ですが、年齢と保育区分ごとの募集人員記載してございます。3歳児ですが、すべての保育分で定員通りの募集、4歳、5歳児の募集につきましては、定員から各学年保育分の持ち上がり、こちらも予定数ございますので、そういった状況や今後の入園状況を踏まえて、それぞれ設定をしてございます。資料2面に参りまして、交番の3、幼稚園およびこども園短時間の入園の申し込み、受付、それから決定の方法ですが、括弧1、受付は各園で行います。括弧2、定員を超えた場合の決定方法等ですが、記載の通り3点ございまして、募集人員を超える申し込みがあった場合は、抽選によりまして、入園予定者と補欠登録者を決定しまして、辞退があった場合は補欠登録者から繰り上げるということで、例年通りでございます。次に、交番の4、募集日程ですが、幼稚園と子ども園の短時間につきましては、10月15日、木曜日の目黒区法に、園児募集の案内記載をいたしまし掲載いたしまして、合わせまして、園児募集の案内のチラシと、入園の申込書を、資料の中ほど、米印に記載の各施設で配布をいたします。また、入園の申し込みの受付は11月25日水曜日と翌日の26日の木曜日、両日ともに各園で受付を行います。受付の結果、定員を超える申し込みがあった場合は12月3日の木曜日、総合庁舎で抽選を行いまして、入園発表は年明け1月19日火曜日ということで、例年同様の日程となってございます。最後、交番の5、子ども園中時間保育、長時間保育の入園受付、申し込み受付、決定方法ですけれども、記載の通り、保育の利用調整の手続きによりまして、子育て支援部保育課で全て受付を行います。保育所の、保育所と合わせて選考を行いまして、受付の締め切りは12月10日木曜日、第1次の審査結果発表は年明け2月10日水曜日と聞いてございます。説明は以上でございます。裏面めくって4番の募集日程につきまして、入園の申し込み受付は、2日間にわたってやられるということで、これ例年この受付状況はかなり密になるのが予想されているんですかね。でもし密になるのが予想される場合、今回例えばその申し込み書に関しては、直接じゃなくてそのファックスとかそれが行かなくても受付ができるような対策検討できるのかなと思いますが、その辺伺います。以上、学校園課長。学校の委員会長。はい、受付の、日程の設定なんですが、例年、大体この時期の2日間を各園の方で受付をしてございます。でこれは受付の場合は申し込み書と、あと住所要件、これが2名の申し込みの要件になっています。それを確実に園で確認をさせていただくということで、ずっとこのような形を取ってございます。で今回はこのコロナの状況で、密になる可能性ということですけれども、時間帯については、そんな長い時間帯ではないんですけれども、現場においてきちんと、感染症対策を行って、きちんと間隔を取るなどの対策を取ると、いうことで予定していますので、そういったところには留意しながら受付をしていきたいというふうに思っております。以上です。他に、はい、それでは括弧の2を加えます。括弧の3、目黒区立図書館の委員長、八雲中央図書館長。八雲中央図書館長。はい、それでは目黒区立図書館の臨時休館についてご報告いたします。本件は区立図書館全館について本年度の蔵書点検のために臨時休館を行うものです。蔵書点検とは図書館内の本一冊一冊を所蔵データと照らし合わせ、
正しい場所に収められているか、余計が確認できないものがないかを点検していく作業でございます。毎年度定期的に行っておりまして、今年度も昨年度と同時期に実施するものでございます。臨時休館日及び蔵書点検の日程は1の表に記載の通りでございまして、来年の1月下旬から3月11日上旬にかけて順次行っていきます。こちらの日程につきましては、本来の休館日である月曜日と連続するように臨時休館日を設定し、その間に作業を行うことにより臨時休館日を少なくなるように設定しております。なお、各館の蔵書点検の期間につきましては、館ごとの蔵書数を考慮して日数を設定しております。周知方法につきましては、館に記載の通り告示、区報、ホームページなどにより行い、告示日は文に記載の通り本年10月15日を予定しております。説明は以上になります。子育て支援課長。子育て支援課長。はい。それでは、学童保育事業の対象学年拡大及び保育時間延長についてご説明いたします。まず、本年の3月に改定しました目黒区子ども総合計画におきましては、学童保育事業につきまして、保護者のニーズに応えるために、利用時間の延長や対象学年の拡大の実施を図っていくとしてございます。で、放課後の児童の居場所の充実を図るため、令和3年4月以降に向けて、下記の通り、取り組みを進めるというものでございます。まず1の対象学年についてでございます。括弧1の経緯ですが、学童保育事業の対象学年につきましては、平成24年の児童福祉法の一部改正、いわゆる子ども子育て新制度に向けた法改正なんですが、その際にですね、それまでのおおむね10歳未満から小学校に就学している児童に拡大されました。区では国の基準省令に基づきまして、平成26年に目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、これはいわゆる学童保育事業を区の行政として指導監督する立場から、基準を定めたという条例でございますが、そこには小学校に就学している児童と対象年齢については、定めたところですが、当時の学童保育クラブの、待機児童の状況を踏まえ、対象学年の拡大について、実効性を見込むのが、難しい状況ということもございましたので、まずは待機児童対策を優先することとしまして、区が事業者として実施する学童保育事業の運営事項を定めました。目黒区学童保育事業の運営に関する条例、以下事業運営条例と申しますが、につきましては、小学校の第1学年から第3学年までに在籍している児童、確保としまして、規則で定める児童にあっては小学校に在籍している児童の規定を当時は維持をしたところでございます。平成30年4月以降に新設しました7つの学童保育クラブにつきましては、対象学年を小学校に在籍している児童として整備してきまして、事業運営条例の施行規則に当該学童保育事業を利用する児童と定めて対応しているところでございます。各校に対象学年の拡大の実施でございます。待機児童対策につきましては、平成30年度から令和2年度までに受け入れ可能数を446人増やしてございまして、令和3年4月に向けてさらに175人を拡充する予定でございます。対象学年拡大の実効性も見込まれることから、令和3年4月の新規開設5カ所を含めまして、すべての学童保育事業41カ所となりますが、続きまして、対象学年を小学校に在籍している児童に拡大することとしまして、事業運営条例について必要な規定の整備を行うというものでございます。続きまして、2の保育時間についてでございます。経緯につきましては、保育時間につきましては、保育所が午後7時15分まで延長保育を実施してございまして、学童保育
区につきましても延長保育のニーズが高いことから、これまで9時15分までとしていた保育時間につきまして、平成30年4月以降に新設した7つの学童保育クラブにつきましては午後7時まで延長保育を行ってございます。クラブに参りまして括弧2の保育時間の延長の実施でございますが、保育時間の延長につきましては実施条件が整ったところから順次実施することとしまして、令和3年4月には新規開設の5つも含め41の学童保育事業中23カ所で実施することとし、残る学童保育事業18ございますが、これにつきましても令和4年4月実施に向けて、条件整備を進めるというものでございます。保育時間の延長につきましてはこの表に記載の通り、現在は、学校のある時と土曜日と、いろいろこうパターンが3つぐらいに分かれているんですが、延長をすることで、学校登校日は一つに登録、これまで通りなんですが、これまで通りじゃないですね、失礼しました、19時まで延長になって、学校休業日については、平日も土曜日も統一されるということになります。3の今後の予定でございますが、11月議会に先ほど申し上げました事業運営条例の改正案を提案させていただくという予定でございます。長くなりましたが、説明は以上でございます。ただいま、説明を終わりました。質疑の方ございますか。はい、斉藤委員。学童保育クラブの、時間の延長につきましては、保護者のニーズが高いということですけれども、職員の方からは、辺の状況というのはいかがでしょうか。委員長、子育て支援課長。子育て支援課長。はい。確かに時間を延長すれば、その職員の中にはお子さんを保育園に預けて、仕事をしているという職員もおりますので、そういう方につきましてはかなりお迎えの時間に間に合わないということもございます。ですので、そういう条件を整えるという意味では、児童館の方に配置を移したりですね、要はその子育て期間中といいますか、子育てというか、その保育園とか学童に預けている期間は、もともと児童館と学童で交流人事やってますので、そうしたことも含めて対応してまいりたいと考えてございます。以上です。今後につきましては、現在その小3までが対象の学童保育について、小6まで広がった場合、それだけ利用者の増というのを見込まれると思うんですね。その際は、受け入れ条件数というのは、上限を引き上げるような考え等はありますでしょうか。委員長、子育て支援課長。子育て支援課長。はい、今現在平成26年当時からの待機児童対策で、それまでの定員をですね、50と定めているところを、基準に基づいて、1人当たり 1.65 平米で割り返して、受け入れ可能数というのを広げてますので、1つのクラブにおいては、これ以上広げることができませんので、それについては別な方法、いわゆる新たな整備ですね、それによって、待機児童対策をこれまでも対応してまいりましたので、同じように対応してまいりたいというふうに考えてございます。他に、なしに質問です。括弧の4を加えます。括弧の5、カカバン学童保育クラブ運営いたします事業者の公募について。委員長、交換行動対策課長。放課後学童運営委託事業者公募の概要についてご説明いたします。資料の交番1経緯等でございます。区では平成25年度に公営児童館学童保育クラブの5施設を委託化する区立児童館学童保育クラブ委託化計画を策定いたしまして、これまで宮前、中根、烏森、不動4施設について委託化を行ってまいりました。
残る学童音楽クラブにつきましては現行の行革計画に位置づけまして、7月からは3回の保護者懇談会を行うなど令和4年度の委託化に向けた準備を進めておりまして、今回その運営委託事業者の公募を行うものでございます。次に交番2の公募概要でございます。括弧1、運営する学童保育クラブについては記載の通りでございます。委託化後の定員及び受け入れ可能人数は現在と同じ数でございます。括弧2、委託の開始は令和4年4月1日、また括弧3、括弧5に記載の通り委託化に伴いまして対象学年拡大と保育時間延長を行います。括弧6、職員配置基準は記載の通りでございまして現状と同様としてございます。交番3の応募要件でございます。括弧1、令和2年4月1日現在、記載の場所で放課後児童健全育成事業を1年以上運営しており法人格を有する事業者であること。括弧2、円滑な事業運営開始に向けて令和3年度中から区と協力して開設準備が行われること。括弧3、目黒区学童保育クラブ保育指針や個人情報の保護等を定める法令や区の礼儀等を遵守し安定した質の高い運営を実施できることとします。裏面をご覧いただきまして、交番4の運営等の委託の予定でございます。事業者が決定いたしましたら括弧1の通り令和3年度は開設準備委託といたしまして現在の職員から運営の引き継ぎを行います。その後括弧2の通り令和4年4月から実際の運営委託を開始いたします。交番5、事業者の選定でございます。括弧1の選定方法につきましては子育て支援部職員、児童福祉に関する学識経験者および小学校長から推薦を受けました PTA で構成する選定委員会を設置いたしまして第一次審査、第二次審査の2段階で実施いたします。特に本年度は新型コロナ感染拡大防止の観点から合同説明会の省略ですとか郵送配送での申請受付、また施設視察の際にも一定の人数制限を検討している旨を公募要項にも記載いたしまして進めております。括弧2、評価項目は法人運営、既存施設の状況、公募施設の事業計画、施設視察ヒアリングについてそれぞれ記載の小項目を評価してまいります。なお財務状況の評価につきましては別途経営に関する有識者に依頼いたします。交番6、今後の予定でございます。10月中に運営委託事業者の公募を開始し2月中に各小学校の学童保育クラブ運営委託事業者を10月中に運営委託事業者の公募を開始し2月中に運営委託事業者を決定いたします。その後令和3年度の開設準備を経まして令和4年4月から実際の運営を開始いたします。ご説明は以上でございます。説明終わりました。質疑を受けます。斉藤委員、5番の事業者の選定についてなんですけれども、高番学童保育クラブの父母会からですね、いろんな要望、企画化に向けて、要望が出されていたと思うんですけれども、例えば委託に向けて、情報提供、保護者の方への情報提供とかですね、あとはその委託化に向けて、事業者の選定及び引き継ぎメンバーの、高番、学童保育クラブの父母会が、OB、OG に、参加をさせてほしいとかですね、子どもたちの委託化に向けて、事業者選定にあたって子どもたちの声を聞く機会を設けてほしいというような、そういった要望については、この事業者の選定の過程において、どういうふうに、入っているのかどうか、ちょっとお聞かせください。委員長、放課後子ども対策課長。放課後子ども対策課長。はい、委託に先立ちまして、先ほど申しましたように、7月と9月と10月と3回に分けてですね、保護者懇談会を実施しておりまして、毎回人数はさほど多くはないんですけれども、10人前後ということで、ご参加いただいて、ご意見はいただいております。それに対する回答等も順次行っているところでございますが、基本的に委員がおっしゃるようなご意見というのは直接いただいておりませんので、私どもといたしましては、いただいている意見、例えば前回との公募の内容の違いはどうなのかとか、あるいは
もっと具体的にですね、今の高番学堂の建物はちょっと老朽化しているのではないかとか、そういうところのご意見いただいてますので、そういうことに関しては、まあ、一定の対応を考えているというところでございます。以上でございます。斉藤委員。そうしますと、これあの平成31年度になっているんですけれども、目黒区の要望ということで、高番学童保育クラブ防災から、区の方へ要望が入っているのが出されていると思うんですね。でそのちょっと内容をお聞きしているんですけれども、あのまあそのご存じないということなんですが、今後その、引き継ぎの件とか、その区母の方たちとの保護会の方たちを入れていくとか、まあ、子どもの、あの立ちの声を聞くというのは機会というのをぜひ作っていただければと思うんですけども、委員長、放課後の対策課長。放課後の対策課長。ご意見いただいているということでございますので、まあ、今後の、まあ、開設準備に向けてどのような対応ができるかというのを検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。他に。職員配置基準についてお伺いしたいんですけれども、これとか保育園と学童さんが違うのかあれなんですけれども、保育園が例えば障害を持っているとか、アレルギーだとか、まあ、いろいろあったときには、加害があるんですね。で同じように、例えば受け入れが、そういったお子さんが受け入れた場合、これに加えて加害みたいな、委員長、子育て支援課長。子育て支援課長。事業運営に関することですので、子育て支援課長の方からお答えいたします。まず今現在でも、学童保育クラブの、職員と、あと児童館長を含めて、障害児保育協議会というのを作りましてですね、その中で、実際に入ってくるお子さんの、保護者と面談をしたり、今現在、保育園に通っているお子さんであれば、その了解を得て保育園にその、まあ、お子さんの様子を見に行ったりして、そこで、まあ、どのような支援が必要か、加配が必要かというのを数値化して、それによって加配をしたり、あるいはそこまで出ないなということであれば加配ではない対応もしてございます。ですので、そういうこれまでの例にのっとり高番においても同支援学級ございますので、ね、同じような対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。委員長、ありがとうございます。同じような対応を取るということですごい安心はしたんですけれども、すでに民営化されているところ、委託化しているところについて、そういったこう要望があるとか、そういうのは例えばそのアレルギー対応に追われているケースというのがあるというふうには聞いているんですが、また障害としても手帳が出ない、まあ、例えばその、発達障害の場合は手帳が出ないんですけれども、そういったこの対応に追われていて、その現場 の, その職員の数が少ないとか、そういった数が、まあ、そういった声が寄せられているかどうかというのをちょっとお話ししたいと思います。委員長、子育て支援課長。子育て支援課長。はい、アレルギーに関しましては、おやつも、あるいはそのお昼、昼食ですね、夏休みなんかの時 の, その前後にきちんと清掃したりとか、そういう必要のあるお子さんもいらっしゃいます。でそうした場合には、一定のそういう、人数が必要な状態があれば、そこについて、臨時職員を雇用する経費をその上乗せしたりですね、そういうことも、対応してございますし、発達障害につきましても、いわゆる精神保健福祉手帳を取得するに至らないようなお子さんにつきましても、その生活状況をですね、先ほど申し上げました、障害児保育協議会のメンバーが保育観察に行きまして、でそこでその評価をして、必要があれば加配をいたしますので、実際にそういう声があるかというと、やはり対応に困難なお子さんもおります。
で、そういうお子さんにつきましては、まあ、一番本人が困ってるわけですから、その困り感を解消するために必要なあの人的な加配は、まあ、これまでも行ってきましたし、これからも行っていきたいというふうに考えてございます。他に、はい、それでは、括弧の5を終わります。括弧の6、目黒区放課後子ども総合プラン推進計画不安についてと、その括弧の7、令和3年4月の放課後子ども総合プラン本格実施というか、推進について、これは一括で説明を受けます。委員長、放課後子ども対策課長。放課後子ども対策課長。それでは、目黒区放課後子ども総合プラン推進計画素案について資料に沿ってご説明いたします。鏡文の法案1、計画策定の経緯でございます。国はすべての児童が放課後等を安全安心に過ごし、多様な体験、活動ができるように、平成26年に放課後子ども総合プランを、平成30年には新放課後子ども総合プランを策定し、本区でいう学童保育クラブとランドセル広場及び子ども教室を同一小学校で実施する一体型を中心とした事業のさらなる推進などを掲げております。区では平成31年4月から2つの小学校で一体型モデル授業を実施するとともに、目黒区子ども総合計画の中ではモデル授業の検証評価を踏まえながら、放課後子ども総合プラン、本格実施のための計画を令和2年度中に策定し、一体型を中心に実施していくこととしてございます。項番2の目黒区放課後子ども総合プラン推進計画素案でございます。まず、資料の全体像をご説明いたします。今回、別紙1としまして、計画素案をつけてございます。内訳につきましては、12ページまでが計画素案本編ということになってございまして、13ページ以降が参考資料編ということでございます。13ページをお開きください。13ページからはご覧の5つの参考資料に分かれておりますが、このうち最後の2つがモデル事業の検証評価およびその概要版ということになってございます。またこの本編とは別に、本編というか資料とは別にですね、別紙2ということで、本計画素案の概要版ということを別にお付けしてございます。それとですね、全体のご説明に入る前に、目黒区放課後子ども総合プランの全体像をご覧いただきたいと思いますので、恐れ入りますが、A3 番の別紙2の計画素案概要版をお開きいただきたいと思います。裏面をご覧いただきまして、左上のところにイメージ図がございますのでご覧ください。図の左半分が放課後子ども総合プラン実施前の状況、右半分が実施後の状況となります。区立小学校におきましては、現在のランドセル広場をランドセル広場拡充に移行しまして、子育て支援部で運営を行います。その上で教育委員会と一緒に、子ども教室、それから学童保育クラブと相互に連携しながら一体的に運営していく一体型を基本としておりまして、現在のモデル実施法2項についてもこの形で実施しております。それではそのモデル事業の検証評価の内容からご説明いたしますので、参考資料5と記載のある A3 版の概要版をご覧いただきたいと思います。目的でございます。2つ目のコツにあります通り、記載の2項につきまして、記載の3つの授業を一体型として進めてまいりました。このうち真ん中のランドセル広場拡充につきましては欄外に解説をつけてございます。従来のランドセル広場では校庭での遊びなどを実施してまいりましたけれども、ランドセル広場拡充からは体育館や特別教室など屋内の活動場所を加えるなどいたしまして、天候に関わらず安全安心な居場所を提供していくというものでございます。次に8つの視点ということで、1年目の実施内容および2年目の主に夏休みの活動について講述します通り、8つの視点で整理いたしました。3モデル事業の実施概要は記載の通りでございます。4検証評価でございます。
かいつまんでご説明いたしますと、支店2の開催実績にありますとおり、天候に左右されなくなったことから、開催日数を大幅に増加し、宿題や読書など性的な活動も可能となり、学童に在籍していない子にとっても、放課後の居場所としての実効性が大きく向上いたしました。また、支店3の運営体制では、学童とランドセル広場拡充の運営事業者が同一であることから、窓口が分かりやすく、怪我などに備えた利用者の保険加入も大きく増えました。支店5の利用者アンケートでは、9割以上の方から高評価をいただいておりまして、また以前から要望がありました昼食利用についても、この夏実施いたしました。支店6では、学童保育クラブを卒業した高学年児童の暫定的な居場所ができたほか、利用者側でも学童在籍を辞退いたしまして、またその代替としてランドセル広場拡充の活用に切り替えるなどの利用選択が生まれております。5、その他の課題では、運営協議会を今後どのような形で開催していくか、あるいはランドセル広場拡充の事業名称についても変更していく必要がございます。6、終わりに記載の通り、今回の本格実施に向けて、今後の本格実施に向けて、いくつかの解決すべき課題も含めまして、非常に前向きな評価結果になったというふうに考えてございます。次にこの結果を踏まえまして、目黒区交換子ども総合プラン推進計画素案、についてご説明いたします。先ほどのページ2の A3 版概要版をお開きください。1、経緯背景は記載の通りでございます。2、計画の位置づけでございます。本計画は目黒区子ども総合計画のうち交換子ども総合プランに関連する部分についてより具体化したという位置づけでございます。3、計画の期間は子ども総合計画と同じ令和6年度まででございます。4、基本方針でございます。計画の目的は、あ、待機児童解消に向けた学童保育クラブの整備が一つ目でございます。それからもう一つ、E、すべての児童にとって安全安心で多様な体験活動ができる居場所を提供すること、この2つが大きな目的でございます。また計画の対象は区立小学校の敷地内で実施しております放課後子どもの居場所に関する事業ということになります。5、取り組みの方向性につきましては方針1から方針4がございます。方針1は学童クラブの需要への対応ということでございまして、近年は年間100件からの需要増の状況が続いていることから、あとして小学校内学童保育クラブを整備していくこと、いとして運営の民間委託を基本とすること、待機児童対策の一環としてランドセル広場拡充の実施も充実させていくこと、 A では保育の対象学年拡大と利用時間延長に取り組んでいくことでございます。方針2は小学校内の多様な放課後の居場所の充実でございます。先ほどの3つの事業を合わせました一体型を中心とした整備を着実に推進してまいります。具体的には既存のランドセル広場からランドセル広場への拡充への順次移行、ランドセル広場と子ども教室をお互いに連携、共同して実施していくこと、ランドセル広場と学童保育クラブが連携し、すべての児童がその小学校内で多様なプログラムに参加できるようにすること、学校外の児童館との連携も今後推進すること、それから放課後子ども対策課の職員であるコーディネーターが総合的な調整を行いまして、学校の負担軽減にもつなげていくこと、また運営協議会を設置し地域との情報共有や意見交換を行っていくことでございます。裏面のイメージ図もう一度ご覧いただきますと、これは先ほどご説明した通りでございまして全体像ということになります。また方針4、特別な配慮を必要とする児童への対応、方針5、地域との連携協議、方針3、特別な配慮を必要とする児童への対応、方針4、地域との連携協働や情報発信についても取り組んでまいります。これらを踏まえまして、6、具体的な方策でございます。過去1、小学校内学童保育クラブを先行整備いたしまして一定期間実施した後にランドセル広場拡充にも展開していくこと、過去2、学校施設のタイムシェア方式の活用、各校さん、小学校内学童保育クラブとランドセル広場拡充を同一事業者が運営すること、各校4、子ども教室の実施校の拡大を働きかけていくこと、
学校外の学童保育クラブとの連携型の調査研究も行ってまいります。各事業の年度別目標はその下の表の通りでございます。小学校内学童保育クラブと子ども教室につきましては、学校や地域の実情も合わせながら順次拡大を図っていきます。ランドセル広場拡充に関しましては、記載の実施校の実現に向けて、順次取り組んでまいります。鏡文にお戻りください。交番さんの今後の予定は記載の通りでございます。本日以降、本計画素案について小学校長会 PTA の方々に順次ご説明をし、ご意見をいただいてまいります。特に令和3年4月から本格実施予定校、4月からの本格実施予定校につきましては、保護者の方々に具体的な実施内容ともご説明してまいります。よろしければ区議会の皆様からもご意見を頂戴できるかと考えております。その後年を越しましたら計画案として取りまとめまして、本年度中の計画策定を目指してまいります。これについてご説明は以上でございます。続きまして、令和3年4月の防寒子ども総合プラン本格実施に向けた取り組みについてご説明いたします。鏡文をご覧ください。購買地経緯でございます。3段落目また以降に記載の通り、目黒区子ども総合計画では先ほどの推進計画を策定いたしまして、これに基づいて令和3年度以降に開設可能な小学校から順次ランドセル広場拡充を開設いたしまして、交換子ども総合プランを実施していくこととしております。その候補校とこれまで調整を進めてまいりました。その結果、交番2の通り記載の8校で令和3年4月からランドセル広場拡充を開設方向となりました。運営につきましては、すでに各小学校内学童保育クラブ運営事業運営を委託しております事業者に委託しまして実態的に運営してまいります。裏面の別紙をご覧いただきたいと思います。開設校及び活動場所の一覧でございます。上段の東根小学校、中根小学校は現在のモデル実施校でございます。各校とも主に校庭体育館をメイン活動場所に設定しております。またサブルームはメイン活動場所が授業などで使用ができないというときに一時的に活動するお部屋でございまして、複数設定しています。また表の右端に記載されているのが現在小学校内学童クラブを運営している事業者でございまして、今回ランドセル広場拡充についても委託する予定でございます。表面にお戻りいただきまして、交番3の今後の予定でございます。今後ですね、順次学校 PTA 保護者に実施内容との説明を行ってまいります。ありがとうございました。ご説明ありがとうございます。ただいま過去のなら一括して説明いただきました。質疑があれば一括していきます。青木委員、平成31年の4月から今回2つの学校でモデル事業として進めています。でこれを円滑に進めるために今、区の職員でコーディネーターを1名配置していると思うんですけども、まあ、今後こういう運営協議会を設立したりとか、また実施するところも増えてくると思うんですね。そうすると、ね、1名からさらに増援する必要性があるのかということをまず一つお伺いしたいのと、あと、実施にあたっては、令和元年の9月と2年の2月にアンケートを取られていると思います。で、大変満足とか金貝満足とか9割の、まあ、高評価をいただいていると思うんですが、具体的にこの利用においてはどのようなメリットが利用者にはあったのかというのを具体的にちょっと教えていただけると助かります。以上で点です。委員長、防寒子ども対策課長。防寒子ども対策課長。コーディネーターに関しては、委員がおっしゃる通り増員が必要になってまいります。今のところですね、2校につき1人でございますので、まあ、少なくとも 3校程度に1人ぐらい必要なのかなというふうに考えておりまして、学校の数が増えるに従いましてコーディネーターは増員の要求してまいりたいというふうに考えております。でそれから利用者のアンケートを踏まえまして、どういうメリットがあったかということでございますけれども、個別の意見の中ではやはり先ほどご説明申しました通り、その3年生で学童が終わってしまうんですけれども、4年生以降も居場所ができた、あるいは、事業者が同じですので引き続き同じ目で見てもらえるというメリット、それからこれも繰り返しですけれども、実際にですね、学童保育クラブの利用は、必要ないわということで、発見ほどですね、
けて、ランド整備場で十分拡充で十分対応できるというような意見が具体的にいただいているところでございます。青木委員、ありがとうございます。コーディネートについては、まあ、3校に1人を12分を考えてみて、このメリットについても分かりました。参考資料5の40ページのその他の課題、まあ、5について、保護者への緊急周知のご説明ということで、これは見守りメール等を利用することはできるのでしょうか。そこを最後にお願いします。委員長、放課後の対策課長。はい、ご指摘の通りでございまして、急な中止ですね、天候が悪くて、しかも屋内の教室が全て使われているというような場合は、急な中止も最悪はありえますので、そういう時にやはり一斉メールで連絡するのがやっぱり有効であろうということは内部でも今検討中でございまして、早いうちに実現したいなということは内部では検討してございます。以上でございます。他に、例えば東根小学校なんですけれども、全校児童数が700人ぐらいとなっていて、この実施する前のランニング披露利用者は200人ぐらい、大体 30% ぐらい、でこれを始めて、倍に上がりましたね、400人、60% ぐらいの人が児童が使っていると、でそこでまず質問なんですけれども、270人ですか、から、400人まで上がった。その割合、低学年と高学年の割合というのが分かれば教えてください。今出なければまた、まず見ます。委員長、放課後子ども対策課長。放課後子ども対策課長。委員がおっしゃる通りですね、利用人数、登録の人数ですね、が非常に増えまして、400人というご指摘ございましたが、昨年度に限ってはコロナがございますですので、もっと500人以上の方がいらっしゃったということで、本年度は400人程度と。400人超ということになってございますが、申し訳ございません、学年の明けのデータまでちょっと手元にございませんので、ちょっと確認して、あればお知らせしていただきたいと思います。はい、松井委員。冒頭なぜこの質問をしたかといいますと、校庭だけだったものが、体育館や、あるいは教室を使えるようになった。ぜひハードの整備によって、当然人数が増えると思うんです。ただこれから進めていくにあたって、大事なのは、ハードよりもソフト、哲学というと大きさなんですが、何が言いたいかというとですね、先ほどありましたけれども、学童事業の対象学の拡大ということではなくてですね、ちょっと2つ整理させてください。要するに、厚労省が進めてきた健全児童育成事業、健全児童育成事業と文科省が進めてきた子ども教室推進事業、教室推進事業、もっと言うと子育てと子育ちですね、子育てをしていく、支援していくではなくて子育ちをしていく、それは受動的なのか能動的なのか、能動的であって主体的であって、自律的なものを私はより強くしていくんだと考えるので、質問しています。ちょっと分かりにくいですので、ね。となると、もう一度申し上げますけれども、学童事業に所要の壁を越えるために、5年生、6年生に使ってもらうということではなくて、ウェイトとしてはですよ、ウェイトとしてはやっぱり世田谷で言えば BOP、名古屋で言えばトライライトスクール、みたいなところをですね、いわゆる全児童対象事業って、全児童対象事業、例えばその2つに分かれると思うんですけども、留守家庭児童対策ではなくて、全児童対策の方に重心を置きながらやっていただきたいというふうに考えますが、そういうハードの整備ではなくて、ソフトの進め方としてはどう思われますか。委員長、放課後子ども対策課長。委員がおっしゃられている内容はごもっともだと思います。先ほどですね、別紙2で、A3 番の別紙2で、左下のところで計画の目的と対象というところで、大きく、あといの2つがございますというお話をしました。これが1行目の あの部分が学童保育クラブの整備ということで、これがおっしゃる通りその、健全育成、あるいは就労支援的な側面もございますけれども、もう子どもたちの生活の場を確保するという内容でございまして、でいいというところが、
まあ、全児童というかとかあれですけれども、まあ、あの学童に限らず全ての子が学校の中で、過ごせるというような、まあ、そういうあの、まあ、二重のプログラムというふうになってございます。であの活動の内容につきましても、先ほど申しました通り同じ事業者があの、まあ、あの内容についてはあの学童もそうでない子も似通ったサービスを提供できるような形で今後調整してまいりますので、まあ、あの全児童対策と学童がちょっと入れ子になっているようなイメージもございまして、そういう形であの、まあ、全ての子どもたちに対して対応していくという考え方がこの中に入ってございます。以上でございます。松田委員長。ぜひあのいい取り組みはですね、積極的に進めてもらいたいという観点、視点から質問しております。で最後に再度確認なんですが、あの今まではそのいわゆる学童と団費等が統合的な対立、もしくは独立をしていたところ、この今日のご報告にありましたけれども、資料5の、4番の視点に、学童しか参加できなかったプログラムが一緒に楽しめるようになったと、もうこれが肝だと思うんですね。あの要するに、統合的な独立した関係ではなくて、補完的な連携というものを、あの今後、あの小学校に拡大していくときには、常に強くその視点を持って取り組んでもらいたいということが一つと、もう一つはあの先ほども申し上げた放送に高学年の乗り率が高かったんですかって聞いたのは、学童に高学年を受け入れるということももちろん、まあ、その必要な方にとっては必要かもしれませんけれども、やっぱり子育てよりも子育ちの観点からいくと、より高学年の方に、まあ、ラン表の方に含まれているというふうに私は考えます。でそれについても兆しが出てまして、同じ参考資料5の右の視点6にですね、来期の理由に切り替える事例があったの。この2つが、あの先ほど申し上げた、一緒にプログラムを楽しむということと、来期の切り替える事例があったと。この2つがとてもあのいい兆し、実証結果が出ているなと思いますので、ぜひそこを積極的に進めてもらいたいと考えますけど、いかがでしょう。あの関係の都合で、ここで、休憩を取らせていただきます。あの松田委員の答弁になりますけれども、今、少しでいいですかね、11時5分から、はい、あの開始したいと思いますので、よろしくお願いします。なんで休憩します。事業者を入れることによりまして、あの他の区でも行っているプログラム、他の区でも交換子ども総合プランあのだいぶ進んでおりますので、そういう、まあ、全自動的なそのプログラムっていうのもあの取り入れることが可能ですので、そういうことをあの実施していただけるという働きかけは常に行ってまいりたいというふうに考えております。それからあの高学年のランドセルヒローパー拡充の方にあの、まあ、シフトすべきというのは、あの我々もその効果というのは非常に期待しておりますが、まあ、今のところそのランドセル広場拡充という名前からですね、その、まあ、使い勝手に至るまでちょっとまだ浸透してない部分がありますので、まあ、本格実施で学校を増やしていくことによってですね、まあ、使い勝手について、まあ、要は高学年はあのランドセル広場拡充の部分で対応できるということがあの浸透していけば、また浸透でするように我々の方でも PR していきたいなというふうに考えてございます。はい、それからあの、先ほど あの委員 あのご質問で、ランドセルフィールバー拡充の登録人数の学年内訳ということでございますけれども、今年度の人数で言いますと、東根小学校で言いますと、登録者数は434人でございまして、
内訳は1年生が88人、2年生が91人、3年生が105人、4年生が75人、5年生が50人、6年生が25人という内訳です。今回この推進計画案が出来上がりまして、あのかなり分厚い資料なのでちょっとあのじっくり読ませていただいているところなんですが、まず、まあ、そのモデル校2校については、まあ、この新型コロナの影響の中でも特に夏休みのお昼ご飯についてはよくあの検証してくださってアンケートも取っていただいて、その辺はとても良かったと思います。ありがとうございました。それであのちょっといくつかお伺いしたいんですけども、まずこの来年から本格実施するにあたり、別紙の方で、まあ、学校名および活動場所の方が理念の方に記載されてましたが、これあの委託予定事業者右側に書いてありますけども、これは、まあ、今はあの同じ同一の事業者ではなくて、これから拡充していくにあたりお願いあのするのか、その視点ちょっとあの同じ事業者さん、 今同じ事業者さんなのか、それともこれこの先この事業者さんで新たにお願いしていくのかのまず確認がいってと、それからですね、あの先ほどご説明の中で、ランドセル広場の利用登録のところでも保険加入数が全員ではなくて、まあまあ、大幅に増えたということがあったんですけど、これ全員、私全員あの必ず入らなければいけないという認識だったんですが、そうではなくて、まあ、任意なので、あのとなると今実際入られてる、まあ、増加したというご説明ありましたけど、どれくらい生徒が入っているのか、まあ、全体的な方はちょっと今出てこないかと思うんですが、これ将来的には全員入ってもらった方が、まあ、安全面でも安心かなと思うんですけど、その辺の区の考えが今どのようになっているのか、1点目と、それからですね、先ほど あの前の委員からもコーディネーターの件の質問がありました。で、まあ、これから、まあ、学校数が増えていくにあたり、まあ、そのコーディネーターの数も増やしていくということでしたけれども、その、まあ、人材育成というか、やっぱりそのコーディネーターさんのされる仕事っていうのは非常にこう多岐にわたり、いろいろ連絡 この、 あの中間というか、まあ、そこですごくこれまでの授業あの仕事内容プラスアルファですごく大きな負担、まあ、期待もされると思うんですが、その辺の育成については来年この本格実施に向けて現在どのような研修というか、そのこの2年間のモデルの授業を踏まえてどういうふうな人材育成を今教育委員会、まあ、教育委員会あの支援課の方でされているのか、それからですね、今何ですか、4点目はあの子ども教室とランドセル広場 の関係なんですけれども、まあ、今子ども教室の方は地域 あのお母さん方とか、それからあのその方で、まあ、やってるところもあればやってないところもあっても非常にそのあの差が激しく出てるところかなと思うんですが、この、まあ、学童とランドセル広場と子ども教室、この3つがこの一体化されてこれから進めていく中で、この子ども教室とのこのまあ、やってないところへの、まあ、事業者にもどれくらい介入してもらうのかとか、そのあたりの、まあ、今後 あの進め方っていうのはどのように今あの検討というか、まあ、計画というかそれが話が進んでいるのか、1回目はその4点でお伺いしたいと思います。委員長、国家子ども対策課長。国家子ども対策課長。1点目の、まあ、同一事業者ということでございますけれども、あの先ほどの表に8項8事業者ということで並べておりますが、この事業者は今この各小学校内で学童保育クラブを実施している事業者でございます。その事業者に、まあ、追加的にランドセル料拡充の委託もしているということでございます。それから保険、2点目の保険の加入についてでございますけれども、保険の加入につきましてはやはりこれは基本的には任意でございますので、やはり区の方あるいは事業者の方から働きかけをして、まあ、できるだけまあ、プロバンド先の税ということで、その入ってくださいという働きかけをしていきたいと思います。またあの事業者の方はやっぱり企業としての責任もございますので、おそらくあのだいぶ熱心にですね、勧誘していくと思いますので、そういう形であの、まあ、できる限りご理解を得ながら広めていきたいというふうに考えております。
コーディネーターの人材育成ということでございますけれども、まあ、コーディネーターがまだ、まあ、1年半、実施してまだ1年半ということで、今のところはですね、児童館とか学童、公園の児童館とか学童の業務の実績がある職員を、まあ、連れてきているというところでございまして、特にその地域との関わりで言いますと、やはり児童館等で地域とこうやり取りをした経験のある職員ということで、まあ、一定のベテランの職員、まあ、副主職が多いですけども、という形で、いう形で今のところ対応しています。まあ、学校数が増えてきますと、まあ、そういう流れだけで対応できるかということがございますので、まあ、その先の 人材規制については、ちょっと今後検討していきたいというふうに考えております。それから子ども教室とランドセル広場の関係でございますけれども、今おっしゃる通り、そのやはり子ども教室については、地域で、まあ、温度差というのは適切か分かりませんけれども、まあ、できる地域となかなか難しい地域とっていうのがあるということは我々も承知してございますので、まあ、当面はですね、事業者の方に地域の人材を、まあ、活用したプログラムを、まあ、別途用意してもらうような形で、そういう形で、まあ、プログラムという意味ではそういう形で地域とつながったプログラムを用意していきながら、並行してその子ども教室が新たに開設できませんかというような働きかけは、ちょっと教育委員会と一緒に考えてまいりたいというふうに思っております。2番目の質疑の保険についての増加しているかどうかというのは、はい、何なんでしょう。まあ、積極的に今加入を進めているということですけど、これはですね、はい、これはですね、小林社資料の27ページに表として載せてございますけれども、27ページ中段ですね、30年度と書いてあるのは、まあ、実施前の状況で、元年度から実施しておりますので、こういう形で、まあ、利用者が、利用登録者そのものはまず伸びて、それに比例して、保険加入者数も伸びているというような、こういう形でございます。はい、の表を見つけられなかったんですみません、お伺いした次第なんですけれども、まあでも、やっぱり利用される生徒、まあ、児童生徒には、万が一のことも考えて、そのこれから委託の契約を進めていくところには、なるべく多くの利用促進をしていただくように、呼びかけというか、働きかけもぜひしていっていただきたいと思います。それで、子ども教室の方なんですけれども、今まで、まあ、歴代子ども教室一生懸命やってきたところなんかは、まあ、事業者さんがこう提案してきたプログラムなんかに、で私たちが主導権を持ってやりますよとかですね、そういったなんというかどっちがイニシアチブを取るというか、そういったことが起こり得ると思うので、その辺でコーディネーターさんを入りながら、まあ、そのなんていうか、まあ、利用の、まあまあ、運営の仕方のこの、まあ、なんていうか調整をされていくと思うんですが、この今までその子ども教室がない地域に、まあ、新たにその事業者の方がまあプログラムを提供して、新たに地域の方なり何かお願いしながら進めていくときに、やっぱりその情報が分からない事業者さんもあるかと思うので、そのあたりのサポートはどのようにバグったコーディネーターさんは地域のいろんな会のお祭りだったりイベントに一緒に入りながら顔をつないでいくのか、まあ、何かその定期的な連絡協議会のようなものを設けて、その横の活動状況の情報交換だったり、こういうことやったらうまくいったよというような連絡、まあ、知恵 まあ、そういったものの工夫してきた事例なんかの紹介っていうのを、そういうのをされていくんですかね。そういうのはこれからどのような形で、まあ、連携を強めていくのかができてと、あと人材育成、コーディネーターさんの人材育成は、まあ、ベテラン職員さんが今ちょっとお話に出ましたけども、若手 の職員の方にも、例えばこれから、まあ、モデル授業から本格実施するにあたり、実際現場がどうなっているのか、コーディネーターに例えば1日ついてみて、その仕事をちょっと見てみるとか、何かその
日常、まあ、業務でも非常にお忙しいと思うんですけれども、その全て、まあ、責任しないで、その他の職員の中でも、まあ、交代してそのいろんなその現状を、まあ、肌で体験できて、なおかつその人材育成、あの新たにそのコーディネーターさんになれ る方には、もうその心構えが、この移動の移動の事例が来た時にはもう私はあの時の経験があるからできるというような、そのなんていうか、あの事前の少し、ね、このなんていうか、あの、まあ、体験の経験がそのままあのその後 の, あの、まあ、仕事にうまく効果的につながっていくような、段階的なこの研修というか、それを見据えたあの育成を検討していただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。以上、子育て支援部長。子育て支援部長。はい、あの、まあ、子ども教室は今もいろいろなあの、まあ、地域によっては温度差があるんですけれども、まあ、今後あの放課の子ども総合プラン展開していく中で、こ うまく地域の方を巻き込みながら、またあの今までうまくいってないところはこうなんとかあの引き込んだり、いずれにしろあの、まあ、事業者のノウハウをこう有効に活用して、あの地域の方が逆にあの今まで一生懸命我々がやってきたのに、なんか新参者がまだ僕らみたいな風にならないように、こう旅行のいいところをうまくあの、まあ、連携を図って、またの教育委員会の取り組みですので、今までの、まあ、それとこ うまく整合させるような形で、あの教育委員会とともに、さらに拡大を目指していきたいと思っております。それからの人材育成については、あの今はあの、まあ、会長級の、まあ、児童館長経験者ですとか、まあ、本当にベテランの、職員をされているところですけれども、今後につきましては、あの若手をじゃあどうやって登用していくのかとか、まあ、あの今モデル事業の段階でやはりあのいろんなあの課題も出てきているので、そういうベテラン、本当のベテランがこ うまく現場をさばいているという状況なんですけれども、そのため育成についても、これからあの、まあ、この計画は、まあ、4年間の計画ですけれども、まあ、できればあの全ての小学校に早く実施していきたいと考えていますので、育成についてもしっかりと検討してもらいたいと思います。他に委員長。佐藤さん、点だけなんですが、まあ、先ほどあの学童保育事業の最初学校の拡大というふうに、まあ、やりましたが、それとちょっとリンクするんじゃないかなと思うのは、まあ、同じ場所で学童保育クラブとランドセルというところがあって、それで学童保育クラブの方が利用登録すれば、ぜひランドセルの広場で一緒に活動できるという部分で考えれば、まあ、まずは人数が、まあ、増えるのかというのも一つ、まあ、今これからウィズコロナでコロナと一緒に共生していかなければいけない状況下で、あのこのもう一つの向けた、子ども総合プラン実施に向けた取り組みについての後ろの方で、このメイン会場、サブルールとかいろいろ書かれてますが、地域によってはやはり児童数がどん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 、特に不動とか下目あたりに人数が増えてきてますとか、それでこうソーシャルディスタンスじゃないけど、そういう感覚を置いての活動ができるのかとか、あとは教室数が足りなくなってくるんじゃないかなっていう心配も見られるのか、その点を考慮しながら計画を立てられているんでしょうか。お伺いします。放課後子ども対策課長。放課後子ども対策課長。まあ、多重学年の拡大に伴って、まあ、児童利用する方の人数が増えてくるということは、まあ、想定されるところでございますけれども、まあ学童ベースで言いますと、そういうことで、まあ、小学校内の学童保育クラブをどんどん増やしていって、まあ、受け皿を大きくしていくということと、それから、まあ活動場所がその密にならないかということに関しましては、まあ、基本的には特別教室、まあ、広い教室ですとか、あるいは体育館がメインになりますので、今のところですね、密な状態でこう目いっぱいというところは回避できているところでございます。まあ、今後密な状態が想定される場合には、当然運営側で何らかの対策を打っていくと思いますが、今のところはですね、対応できているというような状況でございます。他に斉藤委員。
り、放課後の居場所っていうのは受講生が大きく向上されます。でその、魅力放課後子ども総合プランの一体型モデルの、検証と評価っていうの中の、24、25ページにもありますように、非常に多岐にわたった、内容が、実施されていると、いうことなんですけれども、当然その、実効性が高くなれば高くなるほど、非常にこう大人の目がなかなか届きにくいというような現状もあるかとは思うんですけれども、どのような点に、こう気をつけてしていくというような方針なのかというのが一点と、あと先ほど何度も出ておりました保険加入の件なんですけれども、例えば、収入が非常に低いということで、低所得とかで、この任意であっても入れない、入りたいけども入れないというのは、方たちに対する、なんていうんですかね、補助といいますか、何かそういったのはあるのでしょうか。ということと、あと、当然、この非常に多岐にわたる、活動の内容になってきますと、消毒とかアルコール消毒とかですね、結構そういった、コロナウイルスの対策の関係で、そういった出力と、別途人が必要かと思うんですけども、それは、この事業者の方にも、その専用の人というのは、存在しているのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。以上、放課後子ども対策課長。放課後子ども対策課長。1点目と3点目でございます。1点目は大人の目が届くかどうかということでございますけれども、従前のランドセル広場の場合には管理運営員さんが2人程度で工程を見ているという状況でしたけれども、ランドセル広場拡充になりますと、人員も拡充されてまいります。で活動場所は工程と体育館とかで2箇所になりますので、それぞれに2人以上配置するような形。また状況によってその学童保育クラブの職員の応援なんかも得られるようになってきますので、人員としてはそういう形で従前よりも人員も拡充しているという体制とでございます。それから消毒に関しましては学校でですね学校の校舎の中での活動になりますので、学校での消毒ルールというのはございまして、それにのっとりまして事業者も全て学校と打ち合わせて、使用後はどっちか学校が消毒するのか事業者の消毒するのかというルールを全部定めて対応してございますので、今後新しい展開した場合にもそのような対応は取ってまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。2点目の保険の低所得者の補助というのは、院長、子育て支援課長。支援課長。はい、保険加入でございますけれども、もともと掛け捨てといいますか、そんなに高額なものではないというふうにあります。でそういう中で、一方で義務教育のお子さんについては医療費の補助といいますかね、もうございますので、普通の怪我とか、そういったものについては医療証を発行してますから、所得制限ございますけどね、それで、対応可能かなと、低所得の方につきまして、やっぱり問題は、なんていうんでしょう、損害賠償の関係ですよね。で、そうした場合には、例えば子ども同士、バーンってぶつかって歯を折っちゃったとか、そうすると保険診療を効かなかったりとか、そういうこともありますので、やはり保険加入については、できる限り、促していきたいというのは思っておりますが、補助については特段今現在考えているところではございません。瀬戸委員。すみません。そうしましたら、保険、任意保険につきましては、その学年関係なく、いくらっていうのはあると思うんですけども、それはおいくらなんでしょうか。院長、関東の対策課長。放課後子ども対策課長。1件あたり500円だったと、年間500円ということでございます。
童相談所設置調整課長。児童相談所設置調整課長。それではこの度区立児童相談所設置に向けた基本的な考え方を策定していくことにいたしましたので、その進め方についてご報告させていただきます。後半1で経緯でございますが、平成28年の児童福祉法改正により目黒区でも児童相談所の設置を目指し、平成29年度から副区長委員長とし、児童相談所設置準備、児童相談所開設準備検討委員会を設置し、人材、施設整備、経費等について検討を進めてまいりました。令和2年3月開催の検討委員会で、区立児童相談所の基本方針を定める区立児童相談所設置に向けた基本的な考え方を策定することを決定し、1月に係長級による検討部会を設置し、基本的な考え方の策定に向けて取り組みを進めているところでございます。交番に基本的な考え方に盛り込む内容です。丸に挙げました内容を網羅し、目黒区が区立児童相談所を設置する基礎となる考え方や課題を明らかにして、今後の検討や候補地選定における参考資料としてまいります。内容としましては、子ども総合計画の基本理念にのっとった子ども家庭支援の考え方、児童虐待防止に係る取り組み、児童相談所と子ども家庭支援センターの機能、統合化分離化の整備の方向性、職員の確保と人材育成、児童相談所一時保護所の組織体制、それから施設整備、その他児童相談所を開設するにあたって設置し事務の在り方、財源などの課題を洗い出し、全体として目黒区としての子ども家庭支援体制の目指す姿を示していきたいと考えております。交番さん、基本的な考え方の策定、具体的な取り組みでございますが、基本的な考え方の策定にあたっては案ができた段階で目黒区子ども条例に基づく付属機関である子ども施策推進会議や複数の有識者からの意見聴取、要保護児童対策地域協議会の関係機関や主任児童院などの区民意見等を踏まえて策定いたします。またそれぞれの段階で本委員会に報告してまいります。基本的な考え方を策定した後には、その趣旨に沿って検討委員会での議論を中心にした取り組みを進め、一定の方向性が出された段階で具体的な計画策定に向けた取り組みをしていきたいと考えてございます。交番のスケジュールです。今年度末までに検討部会委員を中心に作業し、案を策定したいと思います。来年度、有識者から意見聴取し、9月以降に基本的な考え方を策定いたします。その後、具体的な計画策定へと次の段階に移行していく考えでございます。以上でございます。ただいま説明がありました。基本的な考え方の策定の進め方についてということで、まあ、児童相談所となるとかなり多岐にわたってしまうし、重いものですから、それに、まあ、限定というわけじゃないんですけど、そのような形でのご質疑を受けてまいります。どうぞ。青木委員。すみません、基本的な再確認になってちょっと大変申し訳ないんですけども、今年の7月から練馬区が子ども家庭支援センター内に虐待の対応拠点を作って、東京都の実装と連携しながらやっていきますよって話がありましたが、目黒区はもうそういう考えではなくて、自前の相談所をしっかり設置してやっていくというのを前提として、この基本的な策定を進めていくということで、よろしくお願いします。院長、児童相談所設置調整課長。児童相談所設置調整課長。はい、この度の第3回定例会で、
自民党河野議員からの一般質問もございました。区長を通して答弁してございますけれども、すでにこれまでも児童相談所の設置にあたっては人材育成、それから用地の確保、何よりも財源確保が大きな課題であるということはこれまでも申してまいりました。今回、児童相談所を目黒区が設置するにあたってどういうものが目黒区としてふさわしいのか、それから作るだけではなくて継続的に運営していくためにどういうことが必要なのかということを今回考え方でまとめていくわけなんですけれども、かなり時間がかかりますという中で、今回の定例会で の答弁でもありましたように、そういったサテライトオフィスを設置することも人材まずを持って児童相談所と子ども家庭支援センターの連携を強化するという意味合いや、目黒区として望ましい人材をどう育てるのかという観点、そういった観点からサテライトオフィスの設置も一つの手法として考えていきたいというふうなことの考えは持ってございます。以上でございます。この2番目の基本的な考え方にご意向の内容なんですけれども、先ほども課長がおっしゃったように職員の確保と人材育成というのは本当に課題だと思います。で、例えば五河川で経験を積んだ方が自走に行ってしまって、この五河川の人材がねどうするのかという問題もありますし、今、研修先のね、自走の、受け入れというのも非常に難しいという部分もあります。で、この人材確保と育成というのの何かこう、こういうふうにした方がいいという なんかこの具体的に、策といいますか、何かあればお聞かせください。委員長、子育て支援部長。子育て支援部長。それについてを今後検討していくということで、各の先行区の取り組みですとか、そういったものをいろいろと研究しながら、目黒区としてふさわしい人材育成の手法等を研究してまいりたいと思っております。以上です。他によろしいですか。はい、よろしいですか。まさに進め方について絞ってまいりますけれども、結論としてはですね、意見としては2年前に2018年の目黒区でこのような移民不幸の事件が起きてしまいました。であるにもかかわらず、23区中、練馬以外の22区は設置予定ということですね。で、荒川と江戸川と鹿屋川は先行して実施をしていくわけです。で、板橋区と新宿区も予定はしているんですが、今の委員会に住んでいますが、中身には入りませんけど、やっぱり人材不足で、土地があっても、予算があってもできないということだと思うんですね。でも、質問としては、冒頭申し上げたように、こうした事件を、受けた目黒区がやはりですね、場所がなかなかないとか、予算が心配だとか言ってるんじゃなくて、本当に明確にもっと区長には、設置しますと。それを決めればあと予算つけるだけですよね。運営費が数十億円やっぱりかかるわけですけど、これ東京都どうだったんですかね。補助することになったんでしたっけ。いずれにしても東京都の補助もあるわけですし、やっぱりその決めてですね、もう本当に作るようなというふうに進めていかない限りなかなか見通せないですね。そういう考え方についてはどうか。再度申し上げますけれども、今度、検討すると言われている、国家政の考え方とか、児童虐待防止に向けた基本姿勢とか、こんなのはもう特に出てるんじゃないんですか、2年前の事件もあって、国家政の中でも、あるいは子ども家庭課でしたっけ、所管の課長をはじめ、もう十分我々も質問してきましたし、
まあ、なんでこれからまた1年以上かけて基本的な考え方を1年かけて考えなきゃいけないのか、これはもう全く理解できません。院長、児童相談所設置調整課長。児童相談所設置調整課長。はい、今、議員からご意見いただきましたけれども、まあ、目黒区が児童相談所を作りますというふうに考えて、副区長を中心と委員長とした児童相談所開設準備検討委員会を設置して、今まで人材や人材確保のこと、それから施設のこと、経費についてということを検討進めてきた中で、ある程度こういった児童相談所の在り方や子ども家庭支援センターの位置づけっていうのは考えてこなかったわけではございません。事件を受けて今取り組むこととして、子ども家庭支援センターと児童相談所の情報共有の強化とか、警察との情報共有、それから子どもの安全確認の徹底、それから新しく子ども子育て世代包括支援センターを設置 していくこと、また何より職員の意識改革ということも事件を受けて府がまず改善すべきことということで考えをまとめて進めてきたところでございます。そういったものをきちっと形にして次の段階、考えていくということで、この、今回新しく令和2年3月に改定した子ども総合計画を進めていくにあたりまして、その改定の初年度であるこの令和2年度に考え方をきちっとまとめようということを考えまして、その考え方をまとめるという考えを持ったわけです。それから今回令和2年選考3区が開設したということで、実情を踏まえた検討ができるということで、より具体的な内容をしっかり考えていけるものと考えてございます。以上でございます。委員長、繰り返しになりますので、もう質問はこれで終わりにしますけれども、とにかくそのスピード感とか危機感とか緊張感になりません。これについては厳しい質問でありますが、今後もですね、いずれにしても、他の議員からも、必要な質疑がこの委員会に限られてくると思いますので、こういうふうにしかもう聞けませんけれども、とにかくスピード感と危機感と緊張感を本当に持って、実現してもらいたいというふうに考えます。委員長、小沢支援部長。小沢支援部長。スピード感をという、お話がありまして、確かにスピード感というのは、行政を進めていく中でも非常に大変重要なことだと思います。一方で委員ご指摘ありましたように、タックの状況を見ましても、本当に人材育成で今まで決めていた開設感をで先延ばしせざるを得ないと、そういった現実的な状況が生まれています。また財源の話につきましても、今年度の特財政調整で、区への配分率 55.0% が、区の方は、大幅に拡充するように、協議したところですけれども、55.1%、わずか 0.1% という、数字で決着して、具体的なこの、配分割合の在り方については、令和4年度に行う、令和5年度の財政協議において、先行3区の実績を見ながら、改めてゼロから検討しましょう。そういう状況です。そういったさまざまな状況を考えますと、今は一刻も早く児童相談所を作りましょうというよりも、いかに現状の中で児童相談所と子ども家庭支援センターがきちんと連携を取って、児童虐待防止、未然防止から少しでも目が小さいうちに対応していく、そういった現実的な取り組みをどう充実させていくか、こちらも同時並行でやっぱり進めていく必要があると。委員のご指摘は重々承知しておりますが、こういったことも踏まえまして、しっかりとこれから具
体的な内容について検討していきたいと考えています。以上です。松田委員、すみません、終わりにすると言ってそういうことでも言いながら、でも、ちょっと聞かざるを得ないので、改めてですね、ご答されている今のご答弁ですと、財源がないと、あるいは人員が、人員確保が難しいと、これを言っていたら、始まらないんですね。要するに、例えばじゃあ人員確保については、児童福祉士とか心理士とか、今3人ぐらいいらっしゃいますか、博士の中に何人の、スタッフがいて、上級が5人と、非常勤が2人と、以前伺いましたけれども、そこに、福祉士が2名と、心理士が1名というふうに、以前伺いましたけれども、これでは足らないんですね。東京都は4万人に1人の児童福祉士が必要だと言っていて、目黒区に割り返せば、専門職、福祉士が7名は最低必要になるわけです。やはり高度な知見と経験がなければ、人材がいなければ、そうした対応ができないと思います。でこれは取り合いになりますよ、必ず。各区、23区、一応練馬区が22区でやらなきゃいけないわけですから。なおさら人材確保するためにも、そのスタートアップを早くするというふうに言うことが大事だという考えですが、いかがでしょう、どうですか。院長、交代支援部長。宗像支援部長。人材育成は当然最重要な課題だと思っております。で、現時点でも毎年、専門職採用しています。で、それについてはもう本当に奪い合いという状況はありますけれども、育成には一定程度の時間も必要で、先ほど他の委員が申し上げました研修先ですとか、そういったこともいろいろ考えていかなければいけません。いずれにしろきちんと職員はとにかくこう計画的に採用していかなければいけませんので、それについてはもう先行して、進めている状況でございます。以上です。はい、詳しい。今回報告があったのは今後の策定の進め方についてなので、内容については、これからさまざま議論、パブコメ等も含めて、内容が固まっていくのかなとは思います。それでこの報告 この資料だけを見ると、確かに他の委員が心配するように、ちょっと悠長に構えてるんじゃないかとか、ちょっとスピード感がないよというような風にも確かに捉えかれないような、今後スケジュールのところを見ると、そういうふうには、もう思われてしまうのかなと思うんですが、実際、確かにその自民党としても自走の方に視察に行ったり、現場の方をですね、お話を聞いて、非常にこれやっぱりすぐには本当に、人材育成もそうですし、財政面もそうですし、土地だったり、それから一時保護所についても広域でなければやっぱり23区ですとか狭いということもあるので、そういった子どもの安全面を考えても非常にいろいろな視点からの深い問題なので、そう簡単にはやっぱり進まないのが現状というのもよくわかります。ただそうは言いながらも、その一定程度の課題整理をしながら進めていく一方でも、現実にはその実際の児童虐待の問題だったり、家庭の中でのさまざまなトラブルが現在進行形で起きているわけなので、目黒区としては進めてはいるけれども、同時にそういった家庭内での児童虐待を未然に防ぐ取り組みもちゃんと一生懸命やってます、こういったところに何かあればご相談ください、そういった懸命のない支援をやっていますというようなことをしっかりとその家庭保護者の方にもですね、分かって安心してもらえるような、そういった周知というのか、啓発なのか、相談 の手厚い相談を進めていくとか、今さ新型コロナなので、オンラインとか電話とかそういった相談を増やしてはいただいておりますけれども、何か この気づきをすぐにつなげていけるような、そういった決しておろそかにしていないんだよというような姿勢を見せる工夫を、どのようにこれ策定、今後ですね、内容とか固まるまでの間どのように区としてやっていくのか、ちょっと一点だけ確認させてください。委員長、児童相談所設置調整課長。児童相談所調整課長。はい、今回この、基本的な考え方を、作っていくにあたって、検討部会の構成員は全庁的に、その係長級を集めてございます。その中で、子どもが関わっている、保険の分野、それから
から福祉障害の分野、それからもちろん保育や子育てのところもそうですけれども、教育関係や学校サポートのところとか集まっています。でこういった係長が級のものが集まって検討していくっていうこと自体が町内にそういった児童相談所に向けての考え方をこう広めていくきっかけにもなり、議論が活発になり、またその所管でするべき子どもを見守ったり家庭を見守ったり虐待の未然防止のためにこう声かけをしていくっていうような活動がそういう町内の関係機関から広がるきっかけだというふうにも考えてございます。またそういった機運を職員の中に醸成していくためにこういったニュースレターみたいなものを児童相談所設置調整課から町内に向けて発信して、それ児童相談所と子ども家庭支援センター、それから地域っていうことを、そういった内容のことにつきまして広く職員が認知していくような取り組みをまず町内の中でしていく考えはございます。それからまた地域の養護児童対策地域協議会を中心としました、また主任児童委員や子育てのグループなどに向けてはこれまでも児童相談所って何ぞやっていうような感じの出前の研修会というか出前講座みたいなのも昨年度からしてきています。ちょっとコロナが落ち着いたらもっとそういうことをしっかりしていきたいと思っているんですけれども、そういった勉強会とか講座などを工夫しながら意識を持っていけるような取り組みというのは所管としては考えているところでございます。以上です。じゃあ、村井審議。はい、ありがとうございます。町内からまずはしっかりこう意識づけようというお話でした。さっき他の報告でですね、子ども放課後子ども総合プランもあったんですけれども、そういった新たにその子どもたちを見る事業者さんとかですね、他の職員以外の地域も含めて、その子どもたちに、緑の子どもたちに携わる人たち その目というか、そこで気づいたことが直その相談窓口につながるようなその体制というかですね、これからもいろんな子育て の広がっていくところなので、その辺の、縦じゃなくて横の広がりをもっと強化していただきたい。そういうことでそのいろんな、例えば司会だとか社会だとか、そういった研修の中でも何か気づくか見つけられることがあるかもしれない。そういったところでのサインをですね、ぜひ幅広にまずこの策定の進め方をしていくのと並行して充実していっていただきたいと思いますけれども、その点最後だけ確認させてください。委員長、児童相談所設置調整課長。児童相談所設置調整課長。ありがとうございます。養護児童対策地域協議会、これが核となって調整機関として、町内の連携だけではなく、地域もそうですし、いろいろな子どもに携わる事業者との連携をどうしていくかっていうこと の, 大事な機関、それが子ども家庭支援センターにその役割があるわけでございますけれども、児童相談所を作っていく上においても、この子ども家庭支援センター、養護児童対策地域協議会 の, 連携ということが、一番の基礎となるものと、虐待の未然防止、それから早期発見、その後のフォローについても大事な役割になっていくので、そういったことをしっかりでいきたいと考えてございます。以上です。他に、はい、佐藤委員、1点だけなんですが、進め方、基本的な方の策定の進め方ということで、認識してるんですが、何年か後にこの児童相談所を
何年か後には児童相談所を設置、人材も確保して、幼稚も確保して設置できる考えているのか、その一点だけ教えてください。以上、児童相談所設置調整課長。児童相談所設置調整課長。現時点では、特別区の中で22区、すでに3区が開設いたしましたけれども、開設する方向で、検討しているという状況でございます。ということにさせていただきたいと思います。委員長、佐藤委員。ということは、まだ未定ということですね。先ほど別の委員は遅い、緊張感がスピードがないというのもありますし、でまたさっきの委員は、やはりできるまで時間かかるんだったら、なんとかその虐待、虐待だけではないんですけど、そういう、こう発信をして、吸い上げて、保護に回れるよう、自走はできないにしても、自走へ、道筋をつけるとか、相談するとか、そういうのをやはりしっかりしていかなければ、今聞いたように、未定なわけですよね。我々議員というのは大体未だに1期があるんですけど、あと何期これでまたやっていくのかという部分では、やはり何年か後、最低でも4年、5年、4年、8年でもには作るんだという、なんかこう、しっかりそういう覚悟という方あれですけど、でやっていかないと、人材が確保できません、土地がありません。財源はなんとかなるかもしれません。ただ今こうやってコロナ禍であって、税収も減ってくるという中で、やはり、未定は未定でいいんですけど、やはりここに何年か後には作るんだっていう、それを表に出さなくてもやはりこうしっかり覚悟っていうかね、そういう必要じゃないかなと私は思うんです。小澤支援部長。小澤支援部長。時期については現時点では見通せない状況というのはこれまでも申し上げてきた通りです。で、ただ本日こうやって文教子ども委員会所管委員会でおそらく初めてこの児童相談所関連のご報告を差し上げているところです。こういった本日のような議員の皆様とのやり取り等を通じてお互いの考え方や方向性みたいなものも節目節目で今後出させていただきたいとは思っております。以上になります。それでは括弧の8番を終わります。括弧の9番、幼児保育施設青葉委員、幼児保育室の閉所についての委員長、保育課長。保育課長。はい。それでは、幼児保育施設、青葉委員幼児保育室の継承についてご報告をいたします。交番1の経緯にございますように、目黒区子ども総合計画においては、区内5地区に各1施設となるよう、幼児保育施設の整備に取り組んでいるところでございまして、現在も本計画に基づき、運営事業者の募集を行っているところでございます。一方で平成18年2月に整備いたしました、幼児保育施設青葉委員幼児保育施設でございますが、幼児保育室でございますが、この度設置者から設置者都合により継承したいという申し出があったところでございます。でこちら、受託されている事業者からですね、契約解除の申し出がございまして、区がこれを相当と認めたときには契約を解除することができるというふうにされておりまして、今回、幼児保育委託契約を解除いたしまして閉所の運びとなったものでございます。交番2の閉所施設については資料記載の通りでございまして、括弧3にございますように、令和2年12月5日の金曜日まで児童の受け入れを行いまして、翌週の12月7日月曜日に閉所するものでございます。なおこの度の閉所を受けまして、現在実施しております運営事業者の募集につきましては、
その応募の状況に応じまして、応募の期限を延長する、またこちら提唱する施設が東部地区にございますので、東部地区の提案も、受け入れるといった対応をすることとしてございます。今晩さん、今後の予定でございます。明日10月15日水曜日、木曜日から区ホームページによる周知を開始いたしまして、また10月25日号の目黒区号にも掲載することとしてございます。これらと同様の時期にですね、こちら病児保育施設には利用者登録が必要でございますから、ますので、施設の利用、こちらの施設を利用するというふうに登録している保護者の方につきまして、個別の通知を行うところです。1点訂正でございます。先ほど閉所する施設がある施設が閉所する施設が東部地区と申し上げましたが、北部地区でございます。失礼いたしました。そういった形で周知を図ってまいりたいと存じます。説明は以上でございます。ただいま説明を受けました。質疑に移りますが、12時10分をめどとして、続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。どうぞ質疑いただきます。小林。はい、今回貴重なこの病児保育の施設の一つがなくなってしまうということで、非常に驚いてはいるんですけれども、可能な範囲で、都合なので、どこまで、理由を尋ねられるかちょっとあれなんですが、可能な範囲でこの、例えば、院長先生の、体調だったり、何かその利用者の、現状だったり、何か言える範囲でその原因、クローとした原因が伺えればというのが1点と、それからですね、この病児保育利用者さんに、今月末に通知が行くということなんですが、そうすると今まで利用されてた方は、じゃあこれからどうしたらいいのかというふうに心配されると思うんですが、そのあたりは、例えば今、目黒区では病児保育対応のベビーシッターさんの、制度をされてますけれども、そちらの方の、利用の案内をされていくのか、どのようにこの今まで利用されてた方々へのフォローとかしていくのか、2点で。であと現在、東部と南部地区、長いこと病児保育の事業者募集をかけてますが、なかなか決まらないというのが現状です。そうなると、この5つの地域に、病児保育を作るといううちの、3つが空白地帯になってしまうという、非常にこの、病児保育に関しては、目黒区は弱いというか、非常にこのなかなか苦戦しているというのが出てきてしまうんですけれども、これ今後 ここの部分、本当に真剣に区としてどのようにこのフォローをしていくのか、例えば隣接区への、連携をしていくのか、本当にこのまま放ってはおけないので、この病児保育のこの確保についてですね、どのようにこのままずっと事業者が見つかりません、来年も募集かけます、募集の延長しますというふうにやっていくわけにはいかないので、どこかでちゃんと、けじめをというか、何かやっていかなければならないと思うんですが、そこをどのように考えられているのか、1回目はその3点かな、お伺いしたいと思います。院長、保育課長。保育課長、はい、それでは1点目と2点目について私からお話し、ご答弁いたします。今回の、閉所になった事情というところなんですが、各施設、医療法人さん自体が施設を自己所有しているところと、家賃を払っているというところと、いろいろ経営状態はあるんですけれども、そのような中でですね、今年度に入りまして、新型コロナウイルスの影響というのがですね、かなり色濃く出てきているという状況がございます。でこれ病児保育施設の側から見ますと、きちっとした感染症対策が取れているかとか、受け入れるお子さんが、本当に新型コロナウイルスをこう広げてしまう可能性がないかどうかというものを考えないといけませんし、一方で保護者の視点で見ますと、コロナウイルスのですね、状況からですね、今国からもお熱が出た場合は、熱が下がってから24時間は投入させずに自宅で保育をしなさいというようなことの通知が出ておりまして、そういったものも各保護者の方に徹底されてきているというような状況もあります。
こうしたことを背景といたしまして、平成29年度から令和元年度までにつきましては、3施設での、合計の延べの利用人数というのが、大体こう1500人前後で推移していたということなんですけれども、今年度に関しましては、4月から9月までの半年間で、延べの利用者数が90人ということで、12、3% でしょうかね、8割以上 の, 利用者が落ち込んでいるというような状況があります。そんなことが背景にあって、今回、減少に至ったものというふうに認識しているところです。で、2点目の利用者の通知ですけれども、通知の中に、今後存続いたします他の2カ所のですね、養護児保育施設のご案内も、載せてございますし、また委員から、ご指摘ございました、養護児のベビーシッター制度ですね、こちらの活用などもご案内していきたいというふうに考えているところです。以上です。以上、保育計画課長。保育計画課長。はい、養護児保育施設の整備の、お尋ねでございますので、保育計画課から、ご答弁申し上げます。こちらにつきましては、引き続きですね、粘り強く募集を行いたいと思っております。で、今年度、予算を、補助の予算を増額いたしましたし、で、今周知もですね、福井歯科医の協力を得て、工夫をしたところ、周知、その成果ということが、と言えるかどうかということではありますが、4件具体的な相談を受けてまして、その中の1件についてはですね、クリニックの建て替えに伴って考えているということ で、スケジュールとしては令和4年度の開設というお話もございまして、ちょっと今年度の整備には至らないという案件もございました。引き続きそのようなですね、いろいろな工夫を行いつつ、粘り強く募集続けたいと思っております。以上です。委員長、小林。はい、ありがとうございます。利用者数が例年に比べて、コロナの影響もあって、ガクンと落ちてしまったというのは、分かりました。でも、一時的な、落ち込みかもしれないし、例えばこの少し、もう少し頑張っていただいて、この、地区でのですね、養護児保育の維持をなんとか検討してもらえなかったのかという、お願いされたとは思うんですけれども、やはり、ただでさえ少ない中で一つがなくなってしまうというのは非常に大きな問題だとは思います。で、新たに手を挙げてくださった事業者さんがいるということなので、ぜひ見送ってほしいなと思うんですが、例えば令和4年度まで待たなくてもうまく、状況にもよりますが、早く年度途中でも開設ができるようであれば、サポートもですね、区としていただきたいと思いますし、また今まで利用されてた保護者の方へも非常に大きな負担というかショックなニュースになって届くと思いますので、使えるベビーシッターの生徒も、生徒もですね、今どれくらいの利用者がいるかちょっとわからないですけれども、保護者のやっぱり心配をなるべく最小限にできるようなとしての案内の徹底だとか、そういうのはぜひやっていただきたいと思います。この部分だけ。院長、保育課長。保育課長。はい、大きく利用者が落ち込んでいるという状況がある中でですね、これが今年度中の一過性のものなのか、その辺また来年回復するのかというところは見ていかなければならないと思っておりますけれども、いずれにいたしましても、新型コロナウイルスの感染症対策というのは一定来年度以降も続けていかなければいけないという中で、今回、総合的にですね、判断されて、事業者の方は閉所という結論に至ったというふうに理解しているところです。私どもも本当に残念に思っておりますし、使える制度につきましては、利用登録をなさっている方について方ですね、それからそういう区号などを受けてお問い合わせがあった保護者の方、そういった方にきちっと伝えていきたいというふうに思います。で、年度途中のサポートですけれども、こちらにつきましても計画がですね、具体的に進んでくれば予算年度ですとかそういったことにこだわらずにですね、できる限りもですね、サポートしていき
院長、保育課長。保育課長。はい、資料配布でございますが、お手元に令和3年度の保育施設のご案内の冊子を配布させていただきました。若干補足説明をさせていただきます。でこちら待機児童解消のためにですね、ここ3年間で多くの保育施設を作ってまいりましたので、この10月1日から、来年4月に向けて入所を希望される保護者の方にお配りしているものを参考に配らせていただきました。表紙をめくりいただきますと、中に計算縦図解の地図が織り込んでございまして、こちら保育施設の地図でございます。表面が公立私立の認可保育所のものでございまして、平成3年4月、失礼いたしました、令和3年4月の状況を示ししております。区立の保育園が A から Q の17箇所、私立が、図のですね、左上にある76箇所に加えまして、右下の囲みにあります A から K の6箇所、またが令和3年4月までに開設されるということで、私立合計82箇所というふうになります。区立私立を合わせた認可保育園がですね、99箇所になるものです。裏面には小規模保育所、家庭福祉院などの位置をお示ししております。冊子の中身ですけれども、27ページからですけれども、利用調整にあたっての基準指数の表がございまして、括弧1の基本指数の表の累計番号の1、就労のところですけれども、9月10日の文教子ども委員会においてご報告した通り、居宅外と居宅内の区別をなくしたものというのを反映してございます。また34ページからですけれども、施設一覧となっておりまして、例えば38ページの公立認可保育園一覧にございますように、各施設の所在地、定員などの情報を掲載してございます。さらにですね、冊子の編集後に変更があったところについて2点ですね、ピンクのチラシ、ピンク色の紙を挟んでありまして、こちら、2点、冊子の編集後に変更があったところのご案内です。で、58ページに掲載してございます、定期利用保育でございますけれども、その、59ページの方の上段にですね、エルデ保育園というのがございまして、こちらは長年開設されていた定期利用の専用施設でございますが、園長先生ご高齢などというような状況がありまして、今年度いっぱいで閉園が決定いたしたところで、ピンクの紙の上のところで、令和3年度の受け入れはございませんという旨を周知しているものでございます。もう1点はですね、令和2年10月より郵送での受付を開始しますというピンク色のチラシが挟んでございまして、これは新型コロナウイルス感染症への対応として、保育課の窓口の混雑を少しでも避けるという意味で、今まで対応していなかった郵送での受付を開始するものでございます。冒頭にお話しした通りですね、認可保育園来年99箇所になるなど、待機児童解消のために多くの保育施設が開設されておりますので、参考資料として、ご参集いただければと思います。以上です。ただいま、資料配布ですが、終わりました。よろしいですね。はい。それではその他の各項の一覧になります。次回の委員会開催でございますが、10月16日、15日、金曜日、朝8時から、他の施設であります、八ヶ岳林間学院に設置させてもらいます。よろしく。以上をもちまして、文教子ども委員会、本日の文教子ども委員会を閉会いたします。なお委員の方、すみません、病院一番ですけれども、なんか寒い、雨も